さん、あなたの恋愛の悩みは何？あの好きな人がいるんですけど、緊張しちゃってなかなか話しかけられなくて。なるほど。恋愛キャピさん、なんとかなりませんか？えへん、この私、恋愛キャピにかかればもう心配ございません。本当ですか？頼りになります。積極的ウサギ、今ので本当に大丈夫なのかな。よし、なんか好きな人と話したくなってきた。まあ、そうか。好きな人に振られたのですね。もう心配ございません。ありがとうございます。引き寄せスプレー、とりあえず振ってみるか。あの、僕ともう一度付き合ってください。もちろん。浮気をやめさせたい。もう心配ございません。浮気ダメ浮気、着てみよっと。なるほど、もう心配ございません。心配ございません。恋愛のことなら恋愛キャピに任せて。恋愛キャピ？お、恋愛キャピだ。エミリー知ってんの？当たり前じゃん。知る人ぞ知る恋愛マスター、本当に天才なんだから。へえ。匠君って、もしかして恋愛キャピに相談したいことがあるんだ？そんな人いねえよ。恋愛なんてしてねえし、こんなやつに頼りたくもねえよ。へえ、そうなんだ。夢かちゃんじゃないの？うっせえよお前、声でかすぎだよ。いいじゃん、事実なんだし、告白しちゃいよ。まだしねえよ。じゃあ私から言っといてあげようか。余計なお世話だよ。うるせえよ、言われなくても一人でできるし。そうだ、ゆめかちゃん。たくみくん、どうしたの？あのさ、よかったら明日の文化祭一緒に回んない？あ、ごめん、実はもう一緒に回るの決まってるんだ。あ、そうなんだ。誰と回るの？あ、ともやくん。あ、ともやと回るんだ。了解、楽しんでね。ごめんね、ありがとう。お前聞いてたのかよ。ごめん、たまたま通りかかっちゃって。ほら、元気出して。ありがとう。あ、そうだ、やっぱりさ、恋愛キャピに相談してみたらどう？絶対うまくいくよ。そうかな、あの CM 絶対嘘だし、全然信用してないよ俺。まあそう言わずに行っといて。おう。ここら辺で合ってんのかな。お、あった。失礼します。いらっしゃい。あなたの恋愛の悩みは何？片思い中の相手とうまくいかなくて。なるほど。 CM 見たんですけど、本当にうまくいくんでしょうか？そうですね、あの CM は実際に成功した人の実例を取り上げておりますので、 100% うまくいくと言われましたら保証はできません。ですが 90% は成功いたしますので、ご安心ください。 90% なら高確率ですね。ぜひお願いします。今回の恋愛作戦で使用するアイテムを制作いたします。少々お待ちくださいませ。クロムハート同居キュンガールアイテム、あー完成いたしました。これは何ですか？どれどれ。あ、これは
私参加型作戦になりますね。というのは、説明するのはとても難しいので私に全てお任せください。絶対に2人をくっつけてみせます。本当ですか？よろしくお願いします。それではまた。またのご来館もお待ちしております。今日は文化祭です。全力で楽しんでください。よし、作戦開始。ビッグハート大決心。よし、これで完璧。最後にスピリチュアルパワー。ゆめかちゃん、ゆめかちゃん、うわ、え、ちょっとタグリック大丈夫？あ、いって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 、ゆめかちゃん、大丈夫？うん、え、何これ、くっついてる？嘘でしょ、やだ。これが片思いくっつき粘着シート作戦。片思いでもずっと一緒にくっついていれば両思いになるでしょ。そういうことか、恋愛キャピの作戦で。ゆめかちゃん、せっかくの文化祭だったのにこんなことになっちゃってごめんね。でもずっとこのままくっついてるってことは今日ずっと一緒にいれるね。あ、ちょっと何変なこと言ってんのよ。え、今日文化祭トモヤ君と回るって言ったじゃん。本当に最悪なんだけど。そんな、あれ、なんでうまくいかないんだ。あ、これはまずいんだ。恋愛キャピ、ふざけるな。恋愛キャピのせいでこうなったんだから仕返しだ。90% は成功するのに。どこが 90% だよ。私は 90% 成功するけど、でも1000人以上も成功させてるんだからね。俺が成功しなかったら意味ないだろ、そんなの。いや、でもちゃんとうまくいってる感じしてたじゃん。お前がいなかったら両思いになってたのに。あ、そういうことないよ。なんでよ。どうしてくれるんだよ。そんなのどうでもいいから、この粘着シート早くどうにかして。そうだそうだ、たくみくんも今日文化祭トモヤくんと回る予定だったのに。どうしてくれるんだよ、俺さ、そういうだったの。早く回りたいのに。ついたよってのがダメだった。テーブル